事件はなんぼでも湧いてくる。今度追い込むはここからや。事件のことは掘り起こすな。今度は次に何するか分からへんで。何があったんです？真面目で優しい人やったんです。真面目で優しい人は女性を騙さへんし。どこの金持ちの息子やねん。父親の迷惑になる前に害ある連中から早く離れることです。切られへんやったら俺が切った。桜木氏の秘書は公共事業の乱発で裏金を稼いどる中和生。ワイルで儲けた金で村上市長の懐はパンパンや。3000万です。肝心なのは次の3期目やで。私ら市民には逆らうパワーもありませんね。そこを攻める。一気に組織詐欺の全貌に迫る。あのボケ殺したのか。本気で権藤と戦うなら軍資金は必要や。そんなに市長が大事なんか。変わるなら今や。